はい、こんにちは、ゆうです。今日もファイトリーグをやっていきたいと思います。はい、で今日はハモ18番街を使っていきたいんですけど、こちらの新ファイター、小槌を使ったデッキ、18番街デッキを使っていきたいと思っていて、この子が登場時すべての味方一国にゃら転びの、攻撃力を300アップっていうスキルで、一国にゃら転び限定っていうのが、ポイントですね。半国でもないし、他のにゃら転びでもなく一国にゃら転びで、一国にゃら転びを召喚するファイターっていうのが、まず1体目がこのリーダー、遊戯ちゃんですね。遊戯ちゃんが一国を出すと。なので遊戯ちゃんリーダー。で、あと夫人。夫人を使うと、この子も一国にゃら転びを2体呼んでくれるので、夫人も採用。で、あともう1体がカツオですね。カツオも一国にゃら転びを1体呼んでくれるので、この3体を、小槌で火力アップして使っていきたいなっていうところで、この3体を使うってなると、やっぱり、ヤジとかガムシャラで火力をガーン上げてやっていきたい。でこの小槌は、まあ、なんなら、夏夜のお手軽版っていう感じの印象かなっていう使い方がいいかなと思うので、今まではここの編成にこの小槌の代わりに夏夜、まああと新ファイターとかいろいろ入れてるんですけど、ルリとかいう子とか入れてるんですが、夏夜よりお手軽な、火力アップ型ということで、この子を使って転がしまくって火力をガーン上げて一気に攻めるっていう、結構今まで通りの楽しい18番街になると思うので、まあ他のやつも楽しいんですけど、従来の転がしにゃら転び、転がし18番街ということで、やっていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。よっしゃー、やっていくぞ。相手は JP ですね。さあ JP に勝てるかどうかで、こちらの先行、誰出していこうかな、まあ、ここは優子か忍でいいところなので、どっちがいいんだろう。どっちでも良さそうだけど、まあなんか左にしとくか昔はね、 JP ってここがめっちゃ弱かったんですよ。そう、上ぐらいしかあんまりいいのいなくて、上を使うってなっても4番になる、真ん中にならなかったから。 JP って昔は1が本当に弱かったんだけど、もうそんなことは全くない。アーツが優秀になっていったから、どんどん。だから昔の弱点とか未だ覚えてるけど、あんまり今は効果的じゃないなって印象。さあ相手はズーキューンじゃなくてバーキューンで火力アップだから、これは大丈夫。もう一回ヘイトを稼げるんじゃないかな。おそらく4番でしょう。でさっき小槌も引いてきちゃってたから、ここは婦人とか転がしても仕方がないところ。あ、厄介だな、まあ、こっちも盤面固めていけばいいかな。ここは難しいな。そうだね、ハーモニー次第になっちゃうけど、まあ、こういう感じでいきますか。ズキュンはバキュンだっけ。バキュンは絶対倒せるんだけど、ハーモニーがマミちゃん外した時にマミちゃんが残ってしまうので、それはすごく厄介。またダメージ受けてないから、まあどっこいな形になるかな。あ、ナイスナイス、完璧完璧。今日のハーモニー、ハーモニーじゃない、ハーモニーは絶好調ということで、ナイス。全処理していって、かつ盤面も固めていく。これ JP でメロディーなかった場合、2体とも倒すのは割と難しいんじゃないかなって思うけど。お、来ましたね、小槌。しかもカツオも来たから、メロディーいた。カツオからの小槌で、まあでもカツオって1体しか出さないから、まあそんなに効果的ではないんだけど、まあ、転がり場所にもよるしね、そこが難しいんだよね。選択と違って、一国にゃら転びはランダムなので出る場所が、そこが難しいところ。まあカツオからの小槌も面白そうだけど、まあでもルーリからの小槌もしょうもないもんなしょうもないとか言って、うん、これはカツオここに出して、一国にゃら転びが1番とか3番出てくれたら完璧なんだが、ルソッド。でここヤジ使うとメロディー残っちゃうから、それも厄介なので、ここは小槌出していきましょうか。でもダメージ与えても仕方ないから、100でしょ、まあ、仕方なくもないんだけどね。盤面固める方がいいかなって気がするので、これはこれでいきます。そうで、これで火力アップ300アップするから、遊戯ちゃんと夫人とかと合わせると最も効果的で、この場面も、まあ、カツオの運次第なんだけど、上に転がってくれてれば小槌でいい感じの火力出せたので、まあ運次第なんだけど、まあそれが転がしにゃら転び、味転がし18番街ということで、面白いよね。うまく決まらないとこういう形になっちゃうけど、まあ、ただロマンがある、ロマン法というかさあ1手番目がむしゃら忍で、2手番目が有効婦人、
これはあれだね、かなりの長期戦になることが見込まれる。そうなるとルリが入ってこっちの方が若干有利かなって気がするけど、ただ相手はプロテクターだから、まあどっこいどっこいか、早めに削っておきたいはある。あ、先制 JP、 なるほど。で小槌残った、ただ火力100だから残ったところで感はすごいけど、チョッピリンがターン終了時か、なるほどね。ガムシャラ出せば倒しきれるかな。そうすると一切攻撃はできないわ、ある。まあでもチョッピリン残したくないし、ここはかなり長期戦が、長期戦になる可能性があるけど、ガムシャラ出して場面固めていって、ここユウコを3番かな、あ3番じゃない、10番に出してガムシャラにプロテクターつければガムシャラが残る可能性があると。でガムシャラが残ったらもうこっちのもんですよもうこっちのもんなんで、これでガムシャラ残したらもう次もう一回夫人来てくれるだろうし、お願いお願い来てくれ、夫人来てくれ、夫人夫人、ああでも逆、そうなんだよね、小槌って2番目じゃないとファイティングバーストが使えない時以外はあんまりいらないからちょっと難しいんだけど、夏也だったら火力300あるからね、まあ、ただアーツ優秀だからつなぎやすいっていうのはある。まあでもどちらにしろ有効とかでいい感じで攻めれるんじゃないか、ガムシャラが残れば。これ残るでしょ、あと500分プラスだから、メロディーがいない限りナイス。プロテクターめっちゃつけられちゃったけど、でもあれか、ノンの倒すためには的な、あでもガムシャラ残ってるから倒せるか、2番目でユウコからのルリでいい感じなんじゃないか、これは。ただ敵陣には一切踏み込めないけど、うん、1番3番には全く踏み込めないけど、うん、これでいいでしょう。今回ガムシャラにプロテクターつけちゃうんだから。でルリでワンチャンガムシャラもありな気がするけど、これどうだろう。あ、そっか、でもこれ次ルリで踏み込めるか。ルリをどうしようかな。ルリでガムシャラ回復結構ありだと思うんだけど、ちょっとやってみようかな。普通はリーダーだけど、ちょっとここガムシャラにしてみます。でガムシャラを残していく戦法、結構ありだと思う。ちょっとチャレンジングだけど、まあ、チャレンジングってほどそんなに緊迫した状況じゃないけど、リーダーにしてくれて2900でほぼマックスだったんですが、ガムシャラを完全回復させてプロテクターをつけることでもう一回ガムシャラが残る可能性があると。でファイティングバーストを打ちたいっていうのもあるので、回復しなくていいかなっていったところ、なるほど、メロディーでガムシャラ外れればこれは残るんじゃないか、外れていく、しかもルリも外れた。一番当たってほしい、相手的に当てたいみたいに当たらなかったんじゃないかな、これは。これルリ残るんじゃない？でルリ残った時にはもうほぼ勝てるですよね。ハッケーナイス、勝っていく。はい、ということで第2戦目の相手は18番街の司くんリーダーで、こちらのどっちだ、高校で、また小槌1番目まあでもアーツ優秀だから守りは強いんだけどね。まあこれはアーツ優秀とはいえど、まあ倒せない倒せなくなくもないか、いや倒せなくない倒せないよねこれ。ナナコロビ次第みたいなところはあんのか。いや、ヤジここ打って婦人転がせば倒せるのか。まあ弱いけど、まあこれしかないかな。あ違う、これルリでいいんだ、これでいいんだ、オッケー相当しょぼい出だししたけど、まあ相手が有効だったからよかった。これがあのマリリンとかだと完全に相手のペースになっちゃうんだけど、まあこれはルリで回復もできたし、とりあえず何もなかったという形にしておけたかな。さあで1体でも残ってくれれば返しやすくなるけど、まあ HP2 人とも低いからまあ残んないかな。さあどう来る、こっちにはハーモニーがいるからね、次まあ倒せるよ。
かかってこい。なるほど、すずつえ、すず欲しい、すずが欲しい。ああ守ってきた。まあただこれでヤジのところはこじ開けられると。からの、まあ、300ダメージぐらい食らうのかな。忍とかいったら転がされてすげえ厄介だけど、まあ、ハーモニーがいるから守りは鉄壁かもしれない。まあ、ハーモニー8からの有効4は割といい流れに見えるけど。おお、地雷のファイター入ってるね。なるほど、カオルどこを選択したか。なるほど、うまいね。これはまあハーモニーで守って、攻撃はまあ有効ですればいいかな。ちょっとダメージ食らっちゃうけど、リーダー入っていけ。ナイス、うまいうまいうまい。まあ有効に関してはすぐスライてしまうが、ハーモニーにプロテクターをつけることができるから、まあこれガムシャラ、うんだね、ダメだな、スズが残っちゃうもんね。まあこれは仕方ない、これでいきますか。いやこれもありだな、そうなってくると。どうしようかな、これ相手もちょっと守りにくいんじゃない。こうしようかな、ここはあえて使わずに、あ、ダメージ与えずに、相手が出した地雷が逆に自分の足を引っ張るような形にしていきたい。これでちょっと攻撃しにくくなってよ、忍とかがね使いにくくなったんで。相手はこっちのファイター1体ぐらい残るんじゃないかな。有効に攻撃しにくいし、ハーモニーにはプロテクター。お、回ってきた。これは楽しくなってきたよ楽しいことになってきた。そう、地雷を転がしていく。なるほど、徹底して固めてきますね。ただこれ今小槌来てるから、正直遊戯ちゃんカツオ来てるから、かなり転がしたい欲がすごい。相手12に打ってくんじゃない。ほら2体とも残ったでしょ。しかもいやまあでもな、地雷が邪魔だな。どうしようかな。いやここはちょっと、あ、難しい。転がしたい、非常に転がしたいけど、十中八九地雷で飛ぶよね。いや転がしてみよう。ちょっとここはレッツチャレンジで転がしてみます。まあ地雷壊したら壊したらいいし、2体とも地雷ってことはないから、1体は絶対上行く。くっそーくっそー。まあこれでカツオで、まあ4分の1の確率で生存するからね。 OKOKOK。 まあ一応ちょっともったいなかったかな。これヤジとかいたら最強だったけどね。ちょっと小槌使いたすぎてこういう技やっちゃったけど、まあ、本当はもっといい形があったかな。まあ、でも今1体でも上行ってればプラス、400ダメージだから、これプラス、まあ、そんだけ出てないかちょっと小槌使いたすぎてタイミングミスったな。まあでもいいでしょう、割と盤面固めてるし、相手はちょっと攻めにくいんじゃないかな。うん、ヤジ来たからこれ取っとけば、今盤面固めてやってればヤジで一気に攻めれた可能性あるけどね。まあ、ちょっと小槌を使って いきたいデッキなのでやっちゃったけど、まあプレミかな相手は、おお転がして、しかもそこに転がしてきた。で今ルリ一瞬見えてたけど、これはあれだね、小槌無視していくっていう流れかな小槌火力100しかないからねまあ無視されやすいかもしれない。あ、無視されないか。なるほど、そこに出したってことは無視して攻撃してくるのかと思ったけど、ルリーで、ルリー9番でカツオもハーモニーも倒せてて、その後、まあ、言うことを小槌残るけどみたいな形を取るのかと思ったが、なるほど、言うこと小槌が残っていく。これヤジでもいいかな、せっかく2体残ったからヤジ使って、まあ、小槌につなげないけど、とりあえず回復したいもあるから、もうヤジとルリの単独行動でいきますか。ここは本当はここで転がしてれば割と最強だった説はあるしかもさっき忍ぶそしたら1番目出してたから、もっと転がってたから盤面作れてたし、
まあでもいいでしょう。OK、 1300になるから一応耐えるとは思う。で相手は残り1400。さあこれで相手残り1400でこっち1300、ギリギリだな。ユギちゃんいないから爆発力一切ないんですよね。ただあの時代が相手はちょっと攻めにくいっていうか守りにくいはあるはず。まあ、地雷はね、こっちにとっても厄介だけど自分にとっても厄介になっちゃう可能性があるから出しどころが難しいはあるよね。さあこの後どうしてくるのか。もう一回ルリ来てるから顔面固めればガムシャラ残しでもワンチャンいけるかもしれないけどな。どこに打ってくるかな。スズで転がしたところで繋がらないか。多分これは小槌残しだね。なるほど、400ダメージ与えてくる。で全員残ったヤジとか言ったら完璧だったけど、ここは残念ながらいないけど、これはガムシャラで一回守ってからルリで盤面固めれば、いやーでも厳しいか。ガムシャラで攻めればいける。300、300とこれ200アップするか、500で800、1100、1200。うん、ダメだな。忍ぶ次第とかもあるか。それにかけてみるか。あ、違うわ、無理だ。小槌に繋がんなかったんでこれはここに置いて、さあこれでとりあえず全員倒せつつ、ガムシャラ残しちゃうからそこがちょっと怖いけど、まあ、ここで一応ルリを出して盤面固めておけば繋がんないのか。1200になってバーストもあるけど場合によっては耐えれるかもしれない。ただ1手番目でこのルリとか有効、まあ、ルリかな、やられちゃう可能性があるとしたら、がやられちゃった場合はちょっと厳しい。次バースト200食らうから900ダメージだね。ガムシャラの火力200アップするか、300の500で800は割と確定してるから、ルリのところでルリを倒されて次そのところにルリを撃たれると負けるかもしれない。さあ相手はなんだっけ名前、カオルかな、カオルで攻めてきて、まあ、地雷を適当にポンと置いて、次そのルリの位置にリンク攻撃できるファイターがいたら負け、いなければ、火力500プラスバーストで600だから200残る。さあまあ大体いそうだけどいない可能性もある。あ、ヤジでこれは600だから100残るんじゃない。バースト100、あ、バースト200食らうのか。600で200ダメージかな。バースト11ターン目だからそうだね、から負けか。惜しい惜しい。まああそこのやっぱファイティングバーストの使いどころだったかな。使いどころが下手だった。まあちょっと小槌にこだわりすぎたね。残念。はい、ということで今日はハモ18番街で新ファイター小槌を使ったデッキを作って、使ってみました。で使ってみた感想なんですけど、まあ18番街自体が強いから勝てるは勝てるんですが、小槌に関しては、まあ、僕が下手っていうだけもあるかもしれないんですけど、何回か試してて遊戯ちゃんとか決まるとめっちゃ強いんですよ。そう、ただ安定感で言うとちょっと難しいかなって気がします。小槌自体にこだわると、まあ、さっきの2試合目僕はこだわったせいもあるんですけど、こだわらなければまだまだ分かんない展開だったんだけど、まあそこ使う必要なかったけど使っちゃった結果こうなんで、 でもその小槌を使っていきたいっていうデッキだからこそ使ったんですけど、そうするとああいう展開になっちゃう。まあしちゃったんだけどね、あれは僕の完全プレミなんだけど。そうだから小槌自体別に小槌じゃなくて夏屋でもいいかなって気がしちゃうし、もうちょっと転がし要素減らして安定感求めたらもっと安定して勝てそうだしっていうところがするから、正直小槌に関しては難しいかなって気がしています。僕が下手なだけっていうのもあると思うんですけど、
はい、なんで、まあ、あんまり僕動画でこのデッキあんまりこのキャラあんまり微妙とか言わないんですが、正直小槌に関してはんーちょっともうちょっと待ちかなっていう気がしました。はい、ということで、まあ、もし小槌どうなんだろうとか、思っていた方らこの動画参考になったらいいなと思います。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回見てください。バイバーイ。